ラストバトル見させてもらったよ。ヒースクリフ、身構えないでくれたまえ。君たちに終わり、詫びだと。ここまで何の説明もしないでいたこと、本当なぜそんなことになったのか、そしてなぜ私が生き75層でキリト君と戦っていた時に発生した、あの時この世界を制御しているか不可の要因の一つは、プレイヤーの負の感情によって君たちがよく知っているであろうメンタルヘルスカウンセリングプログラム MHCP 試作2号、コードネームストレア。彼女はこの世界のプレイヤーたちが抱える負の感情に対処できず、次々とエラーを蓄積していき、やがて抑えきれなくなった膨大な量のエラーがカーディナルシステムのコアプログラムに流れ込んできてしまった。ユイの言っていた通りか。そして負荷の要因のもう一つが、須郷君たちによる外部からの外部干渉という例外的状況の対応に、カーディナルシステムの処理、この2つの出来事が想定外の負荷を引き起こし、カーディナルシステムの暴走という非常事態により、私は自動的にキリト君との戦いの最中に一刻も早くこのことを伝えたかったのだが、その後も復興して君たちの前に出てくるのに、かつまりあの時勝負はついていなかった。そういうことになる。それにしても君たちには本当に驚く。都合君の予想外の動きに対しても君たちは見事に対応。やはりゲームの運営には想定外の事態がつきまとうの。当たり前だ、これだけ人間が深く関わる。もちろんその通りだ。しかし私の思い通りになることもある。この後に及んでクリアさせないなんて言うつもりじゃ。それはない。これでもフェアプレーを心がけているつもりなんだがね。君たちは間違いなく百層のボスを倒した。本来の想定とは違うイレギュラーなボスではあったがね。もちろんイレギュラーだからといって君たちの勝利を取り消そうなんていうつもりは全くない。そもそも最後のボス戦に遅れたのは私の方なのだから。改めて称賛を送ろう。クリアおめでとう、勇敢なる者たちよ。気に入らないな。数々の非礼は詫びよう。約束をたがえたのはこちらの責任だ。そうじゃない、あんたはさっき百層のボスをイレギュラーだったと言ったよな。百層のボスは私が受け持とうとしていたからな。俺たちはこのゲームを SAO を2年以上プレイし続けてきた。そのゲームのラスボスがイレギュラーな存在だっただと。それはプレイヤーに対する裏切りってもんなんじゃないのか。つまり君は無謀にもこう言おうというのか。今俺が心の中で思っていることを言えと。とはいえもちろんみんなを巻き込むつも、百層のボスを倒したことは間違いないんだ。俺以外の全員をログアウトさせてくれ。その後俺と勝負してほしい。
っと、お兄ちゃん、クリアできたんだから一緒に。すぐ、すまない、今ここでヒースクリフを倒さずにゲームをクリアして、俺は現実世界に戻ってもきっと SA を、心をアインクラッドに残したまま現実世界に帰っても。え、そんな。大丈夫、すぐよりほんの少し帰るのが遅れるだけだ。先に帰って夕飯でも作って待っててくれよ。いや、すぐ。お兄ちゃんとまた離れ離れになるなんて絶対に。お兄ちゃんが残って戦うなら。何言ってんだ。俺も乗るぜキリコ、本当のラスボス倒してアインクラッドに蹴りつけようや。私も乗るわ。蹴りをつけなきゃならないのは私も同じの。クライシノ、私だってこのゲームにはあんたと同じだけのプレイ時間を費やしてきているんだからね。ここでしっかり終わらせないと、費やした時間が無駄になる気がする。私も残ります。キリトさんを残して自分だけ帰るなんてできませんから。キリトさんと一緒に現実に帰るんです。リズ、私も一緒に戦うよ。他の人と比べてキリトと過ごした月日は短いかもしれないけど、その中でも一番大切なことが困難に立ち向く。うん、みんなが笑顔のハッピーエンドを迎えられるように頑張らないとね。大丈夫だよ、キリト君だって負けるつもりない。それは、みんなで心を一つにしたら絶対、私たちって最高のパーティーメンバー。アスナ、やれやれ、保護者として。エギル、みんな、うん、決意は固まってる。キリト君についていくよ。人の意志というものは本当に面白い。そのあんたの作ったこの世界を今ここで俺たちが終わらせる。よろしい、ではかかってきたまえ。あなたはみんなを守るために私を作ったんだよね。だったら私はみんなを守るためにあなたを倒すよ。ヒースクリフ、お前に勝って今度こそこの世界を終わらせる。こうして最後のボスとして相まみえることができて嬉しい。望み通り決着をつけよう、キリト君。見事だ、キリト君。ヒースクリフ、これほどまでに鮮やかに勝利を収めるとは。さあ、アインクラッドの最後のボスは倒された。これから順に君たち全員。ヒースクリフ、私は戦いに敗れたのだよ。今は創造者のここで SAO のルールを自ら破っては、私にとってここでお別れだ。君たち、私の無双の中で。確かにここはゲームの中の世界だ。それでも俺は。そう思ってくれるのか。ただいまよりプレイヤーの、現在ゲームは強制管理、すべてのモンスターおよびゲームはクリアさ。ゲームクリア。これって浮遊城全体が壊れ始めてるんじゃ。シリカちゃん、光ってる光ってる光ってるって、うん、
消えちゃった。大丈夫な？強制転移させられたみたいだけど。おそらく現実世界への転じゃあ長かった SAO での日でも本当にこれでクリアなのかしら。いまいち実感が湧かないっていうか。ボスには手こずらされたが、それでも。そうね、この世界がなくなっちゃう。うん、自分でも気づかないうちにアインクラッドでの日々を楽しあキリト、ようやく現実に帰れるんだね。キリトやみんながとっても嬉しそうで、私も MHCP としてすっごい幸せだよ。いろいろあったけど、みんなと会えて本当に楽しかったな。俺もだよ。ストレアに会えて本当によかった。そう言ってもらえると嬉しいな。じゃあ私はここでお別れだけど、みんなはちゃんと現実でも仲良くしなきゃダメだよ。ストレア。ついていけるんだよね。はい、そうです。キリトのことちゃんと見ててあげてね。キリトってば放っておくと危なっかしいんだもん。しないでよ。笑顔笑顔ってホローの私にも言われたんでしょ。そうだけど、やっぱ無理な時もあるよ、ストレア。
いていきたくありません。一緒に行きたいです。お姉ちゃんならわがままを言っちゃダメだよ、ユイ。そんなわがまま言われたら、私もう、ストレア、なんだ、何が起きているんだ。ストレアの体がぼんやり光ってるぞ。あ、もしかすると、ストレア、ステータスウィンドウを左の手を振ってみてください。左の手、やっぱりです。ストレアのウィンドウにアイテムオブジェクト化の項目が追加されています。なんだって。それってもしかして。ユイと同じようにストレアも行けるんだ。俺たちと一緒に現実の世界に。嘘。ユイやキリトとお別れしなくてもいいの？これからも会えるの？いくらでも好きなだけ会える。キリト、ユイ、おい、ほら、笑顔笑顔だろ。なかった。本当に嬉しいよ。でも、どうしてストレアにオブジェクト化の項目が発生したのでしょうか。それは決まってる。あいつがそうしたんだ。俺に託したんだよ。あいつが描いていた世界、俺は俺のやり方でユイやストレアと一緒にその思いを受け継ぐことにする。さあ、ストレア、一緒に行こう。俺たちの現実へ。うん、連れて行って。これからもずっと一緒にいるからね。
こうして生き残ったおよそ6000人の SAO のプレイヤーたちは現実に戻ってからまず俺たちを待っていたの。低下してしまった筋力を元の生活ができるまでも、それでも直接会いに行きたい仲間たちのことを思うと、退院して久しぶりに帰ってきた我が家は、俺が現実に帰ってきやっと帰ってきたと思う安堵感と、もう向こう、ソードアートオンライン。このゲームで死んだプレイヤーは、現実でも命を落とすデスゲーム。このゲームを作った茅場明彦は、凶悪な犯罪者として、事件解決後に、俺を訪ねてきた対策チームの人間から聞いた話では、しかし、見つかった時には、すでに死んでいた。ナーブギアに残されたログから、自ら大脳に、超高出力スキャニ。しかし不思議なのは、茅場明彦が死んだとされる日にち。死亡推定時刻とゲームクリアをした日から逆算すると、100層での戦いよりももっと前。75層で俺と戦った前後に。そうすると、100層で戦ったあいつは、茅場別れ際に、SAO の世界を、もしかすると茅場は、ネットワーク上にあの SAO を作った茅場なら、アルベリヒ、スゴーのび、俺やアスナの証言と、スゴーや他国のこれらの証拠から、VRMMO 内での出来事としては異例の、もちろんスゴーは、レクト社から席を外すこととな、しかし、茅場が作ったこのゲームは、茅場はコンピューターの中に、現実、そうすると、このゲームの茅場のやったことは、それでも、茅場の作った世界での、出会、その大切な思い出の続きを、この現実で、さようなら。ソードアートオンライン。